あの山を登りたいと思います。3、2、1、0。すごいです。神様へ。私たちは3月11日さしました。うちらの影が発見しました。おら花見ちゃんの影を踏んじゃった踏んじゃった、猫踏んじゃった。ここは私ん家です。刺した人は家を失ってしまいました。私の家はこんな感じで。くるみさんだ。犬さんはきちんと頑張ってますね。いたって持ってて。やだ。だけど友達はみんな元気にしています。13塚公園です。行ってみましょう。つらいよ。帰る、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 帰る。さあ、どれでしょう。おお、カエルですね。カエルの合唱。なんで合唱。あったあった。どこのカエルのこと。知らないとこ。入上のカエル。違う、違う。これは。津波。これは何。学校の上で見たの、こういうの。はい、多分です。思い出さない。思い出す。思い出す。思い出さないね。思い出す、タッピー。本当に可愛い。なんかね、トイレがね、なんか。トイレができなかった。そう、夜トイレできなかったの。なんで。あ、停電で。水流れなくて。本当に私の友達が生きていてよかったと思いました。好きなところはね、優しい、優しくね、頭いい。字が上手くて、リナはね、絵が上手い。絵が上手くない。チーはね、お金持ち、何でもしてくれてね、お金持ち。神様にお願いが2つあります。ビデオレターだから。一つ目は、被災した人を復興するように見届けてほしいです。無事に着きました。二つ目は、みんなの笑顔が戻るようにしてほしいです。みんなやってほしいですか。少しだけでもいいから、笑顔や優しさを分けてほしいです。では、次の夕暮に移りたいと思います。